JP モルガンチェイスタワー JP モルガンチェスタワーはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンにあり75階建て305メートルの高さを誇る超高層ビル以前はテキサスコマースタワーとして知られていた建物でありテキサス州において最も高くまた5面体の建物としては世界で一番高い建物である当初タワーはテキサスコマースタワーとして 1981年にトラビスストリート600番地に建設された。建物は著名建築会を民兵の建築設計事務所によりデザインされた。また、地元建築設計事務所 3D インターナショナルも携わっている。初期の設計図において建物は80階まで建てるよう計画されていたが、連邦航空局は近隣に位置するウィリアム P ホビー空港へ。 飛行機が離着陸する際に危険が伴うとして、建物の高さに懸念を示したことから、現在の高さになった。建物の竣工に際し、タワーはカリフォルニア州ロサンゼルスにあるアオンセンターを抜き、ミシシッピ側以西で最も高い建造物となった。その後1990年に建設され、現在は US バンクタワーとして知られるロサンゼルスのライブラリータワーの高さが、 この記録を塗り替えることとなる。JP モルカンチェスタワーはまた、ヒューストンダウンタウン地下街にも接続している。この地下街は、室温が調節された歩行者用地下道で、街の全25の区画と連結している。JP モルカンチェスタワーのロビーは、建物の高さだけでなく、近接するジョーンズホールの中楼とも調和するように、デザインされている。そのため、 ステンレスの鉄製スペースフレーム構造で支えられている5階建てのガラス壁は85フィートの幅があるエントランス部前面にかかっておりロビー区画を明るく風通しの良いものにするほか外側の広場へ空間を開いている展望台としても知られる建物上方のスカイロビーは60階に一致しているこのスカイロビーはそれより上階の61階から75階まで行く 乗り換え地点として機能しているが、ロビー自体は、月曜から金曜の午前8時から午後5時の間のみ一般に公開されている。また、高速エレベーターに乗ることも可能で、広くかかるガラスや13フィートの天井を利用し、ヒューストンの街を一望することができる。その他、建物のエントランス部分には、ジョアン・ミロの制作した多色の彫刻が備えられている。未だに時折、 テキサスコマースタワーと呼ばれることもある一方でタワーの主要なテナントはその建物の名称にあるように JP モルガンチェイス社のオフィスが占めている JP モルガンチェイスはニューヨークにあった財務の店舗の多くをヒューストンへ移動したのである現在タワーの建物自体は不動産会社のハイネス社により運営されプライムアセットマネジメント社により所有されているしかし近接する 駐車場、JP モルガンチェイストアワーガレージは、ハイネス社の所有である。ありがとうございます。